さ、順調に伊勢島に戻ってきましたけどね、遊知線にこれは快速見栄用のやつが止まってますけどね、ここに快速見栄って入ってないのを見るとなんか新鮮ですね。まあ快速なんで、そうじゃそうなんでしょうけど、あっちが給油所なんでね、ガソリンスタンドみたいになってますよね。まあ伊勢駅は何回か来てますけどね、うん、基本的に駅舎は全部こっち側ってことで、なかなかね、実は近鉄にね、行くのになんで、結構、まあまあ、あの、高専強行でずっと行かなあかんから、大変は大変なんですよね。はぁ、あ、あ、そうそう、でね、美味しくいただきました。いや、美味しかった、美味しかった、もうさすがですね。でね、私知らなかったですけどね、これね、まさか牛のね、牛丼弁当ね、作った方がね、あの2代目の、方らしいんですけど、荒竹良太郎というね、さんって方だ、荒竹良太郎さんって方がね、作られてたんですね。いやいやいや、知りませんでした。ちゃんとね、そのあたりね、ちゃんと押さえとけよって話なんですけどね、いやいや、そんなことご存じでね、ふらっと語ってましたけど、しかもね、良太の字がね、良太郎さんですけど、その良太の字がね、あの山里良太さんと一緒のね、あの良太なんですね。いやね、私の本名がないとは言いませんけど、この良太って人はすごいですね。でこの量がついてる量さんは、でも量さん、名前に出てね、まあもうね、素晴らしい名前なんですけども、さらに感じるやっぱこの感じだと、やっぱ違うなと、助からなという。まあね、世の中にはまあね、全然さすがじゃない、ね、量さんってやつもいますけどね、誰とは言いませんけどね、こんなね、なんかチャンネル登録者数が1年経って、まだね、100人どころか50人にすら出してないね、サブチャンネルに至っては9人しかいないっていうね、やってる意味あるのかっていうね、チャンネルやってるような YouTuber もいますけどね、りょうたって名前で、まあ誰とは言いませんけどね、皆までは言いませんけど、はい。でもこっち側にもこんな高専教あったんですね、俺知らんかった。こっちもターミナルになりますね。まあ別にターミナルって、ターミナル駅ではないですけどね、ここは。でもまあ、車両キットとかもあるという、まあ、掃除してるわ、すごいな。こんなところ、古戦況あったんですね。よいしょ。こっち側の古戦況知らなかった。全然気づいてなかった。実際使ってる人はほとんどいなさそうですけどね。よいしょ。IC カードでは使えませんよってね、散々あちこちに貼ってあります。まあ、特にこの近鉄と JR が共有しているところはね、どうしても IC のやつがね、通れちゃいますからね、これがなかなか非常に厄介なところで、まあ、逆に言うと、おっと、すごい、すごい蚊がいますね。なんだこの蚊は。生きてんの？生きてるなとか、生きてなかったらこの風だったらぶっ飛んでくもんな。おお、すごいな。あ、で何の話しとったっけが、あ、そうそうそう、 IC キップね、あのですから、あのね、こっからね、伊勢市からね、そのまま桑名なんかね、行こうもんならね、JR ね、乗っ取ってもね、あの、ね、近鉄のやつになってしまうんじゃないかってね、いうことでね、まあ一応それで警察とか結構この辺りはね、回ったりっていうのもあります。まあ実際さっきもね、警察ありましたよ、そういう感じになってますね。そうなんですよね、JR で桑名まで行くのと、あの多分近鉄で行くんだったら近鉄のがぜん安いはずなんですよ。やこしや、こうやって見ると、もうまずこの丸付けに入れてしまいそうになりますけど、近鉄のやつね、まあ、ここに入れてねってことなんですね。さあ、目ぞ、ここからとかもありますけど、まあ、伊勢市の駅はもう何回も来てますからね、そんなわざわざやることあるかな、ないかなと思うんですけどね、ちなみにはあるな、総合でやってるところで一番先っていうと、名古屋はね、駅舎が分かれてますから、これでしょ、四日市まで桑名まで1690円ね、桑名までね1220円なんですよね。400円くらいやっぱしね、近鉄の方が安いんですよ。で、ね、スピードはこっちの方が速かったら、まあまあまあ、がぜんこっちの方がね、近鉄の方が速い。まあでも急とか使ったらまたね、
ちょっと様子が変わってくるわけですけど、800円くらいかかるかな、ここからだからゾーン3に入るんか。ゾーン3やと1340円プラスでかかってきますかね。やっぱ金ちょっと特急ってなってくると話が変わってくるかな。で、名古屋までやったら1470円、600円ぐらいね、やはり近鉄の安いっていうのがね、まあ、これがね、なかなか遠方アクセスっていう意味で言うと、やっぱ近鉄がなんやかんやでそこでいいから、ね、よくJR の方が安くて、で、近鉄の方が高いけど、近鉄の方が利用者があるっていう、まあ、四日市、名古屋間なんかはね、まさにその、どれが当たるんですけど、意外とそこからちょっと先に離れたところっていうのをトータルで考えると、意外とそうでもまた限らないんですよね。JR の方だとアクセスが、その後のバスのアクセスが悪かったりとかがあるんで。ああどうかな、一応あんまり混んどる余裕があったらね、中寄らんようにしようと思ってるんですけど、とりあえずそんなに混んでなさそうですよね。うん、やっぱし観光客の方も非常に少なそうですよね。あ、ちなみにね、お伊勢参りっていうとね、基本的には伊勢市駅、まあもしくは宇治山田駅で降りて、よくね、内宮のね、方が有名じゃないですか。あっちの方が有名ですけど、一応ね、確かね、本来は、先に下宮の、お参りをするっていうのが、一応、ルートになってるはずです。厳密に言うと、他にも、細かい、社殿があるんでね、伊勢神宮、伊勢の神宮は、全部ね、なんか130とかあるんでしたっけ、細かいところとか合わせると。ね、非常にやはり大きい社格です。社格で言ったらね、神社の中ではトップなわけですからね。やはりね、それなりのね、いろいろなところがあるまして、系でして。まあ、あんま詳しくないんで、あんま詳しくは語りませんけど、バンバンバッシングが入りそうなね。まあ、間違ってるところだったらどんどん教えていただきたいんですよね。何してね。三重県民のくせにね、そういうのあんま詳しくないままね、フラットで、行っちゃいますんでね。そうそうそう。そして、まあ、どうかなと思いますけど、まあ、そこまで、混んではなさそうだけどな。どうだろうな。結構お店はやってないな。ここも臨時休業してますね。しばらく臨時休業、まあ、特にいつから再開って書いてないですけど、あ、お土産物屋さんもやってないんだね。やっぱこういうやっぱ、3密になりそうなところやっぱりやってないんですね。これ今後はいつから再開なのかな、もう書いてあるかな。あー書いてないですね。4月15日からまあ当面の間というふうになってますね。うん、まあおそらく5月中、6月からは開けれるのかな。でもね、今ね、いやでも本当に日曜日の昼間だからね、普通だったらね、あちこち大にぎわいにならないといけないところですけど、本当に全然、一応確かにね、開いてる店もあるのはありますけどね。まあ下宮はもともとね、やっぱ内宮の方がね、なんか観光バスとかもわーっと来ますしね、まあ、両方見ればいいのになって思うんですけど、なかなかね、山田か営業されてるのかな。やはりですね、全山田と全良太はね、応援してきますからね。先ね、良太はね、全良太をかけてね、弁当食べて応援しましたからね。山田かもね、応援したいところなんですけど、あそこ行って降りてとかって言うんで、でもあれで3000円分ぐらい使ってますからね。あ、3000円は優に超えとるな。あ、ここやってるか。ここは抵抗までしたからね。ちょっとすいませんね。あ、そうかそうか。ここは豚瀬さんのとこやけど。あ、テイクアウトのみでやっとるんや。あ、ここもともとテイクアウトで、あ、コロッケとかね。美味しいところですけどね。この感じやったらとりあえずお参りはしても大丈夫そうかな。あ、やっぱ赤服も店内食こっちもやってないのか。なんか不思議な感じですね。
伊勢に来て赤福も食べずにねえ、豚捨てのコロッケも食べずに、これ多分おかげ横丁で日本酒も飲まずにでしょ、うん、なこんなお伊勢参り何年ぶりでしょうね。多分二十歳を超えてから酒を飲まないお伊勢参りだ。まあ、あやってるのやってるわ。車で来たことがあるから。うん、あでも何かしら食べてますからね。うん、まあまあさすがにちょっと全く食わんっていうわけにはいかないでしょうし、何かしら空いてるところでね、ちょっと普段と違うようなところに入ってきたいですけどね。いやでも本当静かな。まあそういうことは今でこそこれ土日休みなんでね、こういう感じで土日に収録をやってますけど、YouTube ね、始める前はね、接客業雇った兼ね合いで、土日に休みは取れないんで、平日に来るとしたら平日に来てたんですね。まあするとね、まあこれぐらいな感じの時もあるんですけど、でもね、平日でもね、中国人のね、観光客の人とかはわーっと来てましたからね、まあこっちは少ないっちゃ少なかったですけどね。信号も変わって。ちなみにお伊勢参りならね、まあ下宮から行ってね、そのまんまねこっちのバスに乗るっていうのが一番便利がいいかなと思います。内宮行きのバスでも出とんのかな今日、内宮行きのバス。あ、なんか張り紙してありますね。見てみよう。ちなみにハングルでこれ何でか書いてあるかって言ったら、内宮ですかね、ただ単に内宮って書いてあるだけですからね。で伊勢新軍、あこれは一応は、あれですね、新軍神の宮って新軍っていう風になってますけどね、一応これ、まあでもいろんな表記ありますけどね、正直この中国の方も別になくたっていいだろうと思いますけど、まあこういう細かい感じの違いを見るのは面白いじゃ面白いですけどね。榊もこっちの方になりますね。右側の漢字が台湾の方で使ってる漢字ですね。台湾とか香港で。で、左側の漢字が中国の北京の方のね、漢字ですよね。ちなみに、あ、これ内宮前今ちょうど来てね、出てきます。まあ私は下宮先にお参りしてきますからね、いいんですけど。ちなみに漢字で言うと、中国人の友達がね、日本の漢字見たときには、日本の漢字難しいわってね、怒ってましたね。うん、お前のめんどくさいってね、いよ。から透明な減便運休を実施してますと、時刻については、バス停時刻表をご覧ください。だいぶ減便したあれになってるみたいですね。実際ね、土日仕事はね、結構な頻度でね、ずっと来てるんですよ。ほぼ10分間隔とかで来るんですよね。1,2,3,4,5,4,14,34,44,54って、うん、ね、なんですけど、これが今どうなってるのか、あ、ここに書いてありますね。あ、大赤いの何、さっきの期間は土日祝ダイヤルが書かれましたね。土日祝時刻表はなんか赤いの関係あるのかな。赤色の時間は透明の間運休します。あ、だからもう1時間2本になってんだ。あー、相当減らしてますね。うわー、まあそうですよね。何してか、ね、観光で来られる方がいませんからね。はー、赤いところを残したんじゃなくて赤いところ全部切ったんですね。相当ですね。ちなみに、あ、この観光案内所もね閉まっちゃってますね。うん、駅前のところ一応空いてましたけどね。うん、案内業務は停止中ですね。なってますね。まあ透明の間って言って、まあまだちょっと再開のね案内は出てませんけど、6月からは3島にね再開できるのかっていうね。うん、ちなみにこんな感じね、いろんな、伊勢パスなんてのもあるんですけどね、まあ当然ね今は使いません。さあということで渡ってくると、これが